なに長くは持たないね。まずいよ。ロジ？バカ騒ぎに釣られて雑魚どもが集まってきよったわ。ダイナーに連絡しろ。この近辺で手の空いてる連中を全員呼んでこいとな。お前たちはホラー討滅の用意、急げ。ここは結界で守られてる。ホラーでもそうそう入っては来られないね。もう少し先休める場所ある。いざという時の避難所ね。そこでとりあえず朝まで休もう。番組の途中ですが、ここで緊急ニュースをお伝えします。先ほどラッセルシティの中心部で非常に大きな爆発がありました。原因は調査中とのことですが、多くのビルが倒壊、炎上している模様です。最強と謳われた剣、素晴らしい。他の騎士や奉仕どもとは格が違う。主よ、感謝する。俺をこの敵と出会わせてくれたことを。エルドラドから赴いた価値があった。お前の主とは何者だ。問いたければ剣で問え。力こそが俺を動かす唯一の術。それが故に俺はこの道を自ら選んだ。最強の白眼騎士がなんて様だ。誰もがあんたを尊敬してた、憧れだったんだ。なのにあんたは。
守りし者か。早くこちらに来い、黄金騎士。使命、信念、くだらぬ枷を捨て去れば、貴様はもっと強くなる。何者も届かぬ真の力をつかめるのだ。それが何になる。俺たちの力は守るべき人々のためだ。それを捨ててまで得た力など何の意味もない。力なき者に存在する価値はない。黄金騎士よ、貴様を縛る枷外してやろう。理解したか。貴様の信じる力は無意味だ。No!